メリケンサック、アメリカのギャングが喧嘩の際に使用したことが語源になっていて、アメリカンがメリケンに聞こえたからだと言われているぜ。主に拳による打撃を強化する目的で使用される武器で、握り込んで使用することで拳を保護し、殴打の威力を増大させます。一部を除きメリケンサックには、耳という手のひらで握る部分があって、この空洞部に相手の指を入れて強く握ってひねり上げたり、もしくはメリケンごと相手の手首を掴み、ひねり上げたりもできます。アメリカのギャングや不良は携帯性から耳のないものを持ち歩くけど、耳がないもので殴ると指を骨折したり痛めやすく、力が逃げて威力が弱くなってしまうぜ。さらにはタイミングを見計らい、相手にあまり悟られないようにしてメリケンを顔に投げつけたりもします。クニオ君は正しいメリケンの使い方をしてたんだな。ちなみにメリケンを携帯所持していると、軽犯罪法や迷惑防止条例の狂気携帯によって検挙される場合があるから注意してね。19世紀のフランスのギャングたちは、銃とメリケンを一体化しちゃいました。